えー、勝義と杉山松恋のこれって SF? そ <laughs> えましたね。2023年7月号のこれって SF です。これって SF は、えー、SF 門外館の杉山松恋が、えー、もう一遍ちゃんと SF を見直してみたいということで始めた月,月表番組です、えー。で、私と一緒にやってくださるのが。はい はい、書評家の勝木義弘です。はい、よろ,いよろしくお願いいたします。えっと勝木さんにもご参加いただきました本が出まして、はい、はい、はい、ええー、まあこの間のミステリーのほども言ったんですけど、<laughs> えー、14人の指揮者が選ぶ本当に面白いミステリーガイドというですね、えー、タイトルになりました。なりましたって <laughs> <laughs> なってから <laughs> なってから知ったんだけど <laughs>。 あ指揮者になってると思ってちょっとびっくりしました。えー、あ、需要にいたんだとかですね。すはいろいろ。あ、そうか。なんか編集者というか営業判断でこれのタイトルになったらしいんですけど、えー、元々のタイトルはクラシックオルタナティブといって、あの、ものすごい古典、ものすごいっつってまあ、うん、1950年代の古典と、えー、までの古典と、えー、2010年代以降に紹介と、あの、執筆を始めた、えー、 作者というですね、クラシックオルタナティブというタイトルで、もう、もう、頭とお尻だけ知って、うん、なんとなく分かった感じになっておいた方、なっとけばいいよ、みたいな、あの、反共主義じゃないんですけど、<laughs> 全部知ると、一、うん、世紀以上の歴史はさすがに初心者には大変ですよね、っていう理由で選んだんですよね。で、まだこれ、えっ、ー、と、あ、そうか、今日これ撮ってんの、 7月27日なんですけど、えー、と今日か明日ぐらいに多分取り次ぎ搬入なので、えー、とこれが、えー、公開されているのが多分明日二十28日だと思うんですけど、28日ぐらいに、えー、店頭に並ぶところは並ぶ、並ばないところは並ばなくて。 えー、この動画が公開し終わったさ来週7月31日頃には全国の書店には展開しているという感じになります。現時点でまだあの誰が何を書いたかって公開されてないので、まあまあ、言わないでおきますけれども、はい、あのなぜ勝樹さんにこれをお願いしたかというと、えーっとですね、作家の中にあのぜひこう S SF 視点の方にも書いてもらいたいものがあったので、ちょっとお願いした次第なんです。です出版社、はい p b i というところですね、えー。というわけで、えー、出ました。した SF の SF ファンの人もね、あのうん、特殊設定ミステリーの最近の面白いやつとかも紹介されてるし、月村亮平さんのインタビューが、ね、入ってまして、そうでしたね。桐生警察についてもたくさん話出てくるので、ぜひ SF ファンも。 そうですね。気流警察の,あの背景というかね、どういう背景で書いてらっしゃるかという、うん、作品の、まあ、こ構造みたいなものがね、あの結構かちゃんと若林文さんのインタビューで明らかになってるんで、その辺はちょっとなかなか面白いところじゃないかなと思います。うんえー、というわけで、私の近況でした。じゃあ、1冊目いきたいと思います。はい、はいえー、AI ロボット反乱 SF 傑作戦ロボットアップ。 フライジング、えー、アレスティア・レナルズ・コリー・デ・ドクトロー、DH ・ドクーウィルソン &JJ ・ J. J. アダムズ編、中原・直也他役ですね。草原政府文庫ですね。えっ、ー、と草原政府文庫はなかな,なかなかあの面白いアンソロジーを毎回出してきてくれるんで、うん、これもすごい楽しみに読んだんですけれども。 なんていうんですかね、まあ、ロボットもの,のっていうのは、ちょっとこれ、確認なんですけど、ロボットものっていうのは、一定の割合でやっぱり氾濫というかですね、<laughs> やっぱ、まあ、なんていうんですか、その人間が作り出してしまった自動人形が氾濫を起こすっていうのは、まあ、しまあ、現代じゃなくてですね、まあ、近代からの一つのテーマであり、はいね、自動人形が魔法使いに命を吹き込まれてしまって、<laughs> でそれが氾濫するというですね。 まあまあずっとあるテーマなわけですよね。まあそのじロボットこれ解説のマタナメとしみつさんもあの指摘していらっしゃいますけれども、まあその神の職業をね人間がしてしまうということに対するまあ恐れと言いますかイフです。神へのイフみたいなものがやっぱあるということで、うん、まああのなんてうの、ね、う何ですかね、もうなですか西洋人の方キリスト教圏の方がロボット SF というか、A。 あの自動、あれなんだ、AI ものを書くと、うん、まあ必然的にそれが出てくるってことなんじゃないかなと思うんですけど、うんえー、それがですね、なんと、えー、十何編だ、これ、すごい。そうなんですよ、ね、16ですね。なんかね、原種は多分しかもっとあるんですよね。<あ>その中から。抜粋なんですか、これ。そう、えっと、えー、全部ではないんですね。あ、なるほど、なるほど。 いやもうこれだけでも結構、すごお腹いっぱいな感じのです分量で<う>、なかなかあのであ、で多分そしたら、抜粋して翻訳した際に、の何て言うのかな、並びなんかもちょっと現象を見たわけじゃないんですけど、なかなかそのまためさんもして,きておられるようにこう、あのグラデーションのかかった配置というか、ですねこういうふうに配置してるの面白いよねっていうのがあって、AI の反乱っていうとね、本当にあの人類とあのロボットとの対立みたいな。 感じにこう僕なんか思いがちなんですけど、うん、最初から全然違うんですよね。うん、最初は紙コンプレックスの行方って、スコット・シグラーなんですの、えー、先品ですけれども、これはですね、えー、AI というか、何、あのーまあ、ですか、これはなナノロボットですかね。サイボーグって書いてあるのは、つまりもともとの,元々の、まあ、昆虫の生態と、えー、そういう機械を組み合わせた。 えー、まあ、ナノロボットで、名前はなんだっけなえっと、えっ、ーと,えー、とね。あ、す<ー>、なんてんと、ちょっと。 えー、まあい、いや、その、まあ、ナノロボ、ナノサイボーグなのかな。それが、えー、なんで作り出されたかっていうと、日本が、日本じゃない、あの世界が核で汚染されてしまったということがあって、その核の汚染された地域をですね、これ、舞台になっているのは、あの、アメリカのですね、えっ、ー、と、ダラスチャン、えっ、ー、と、 あデトロイトなんですけれども、ねうんえー、そこがですね、まあ、汚染されたところをその、人間では,ではない、ですねその小さなものをその中に入れて、まあ、土壌の改良に近いイメージなんだと思うんですけれども、それがその、えー、汚染された放、放射線で汚染された、放射能で汚染された地域をそれによって浄化するということを自動、えー、地勢体にやらせる。 とという、ねえー、ことなんですよねそれを、まああのー、企画した政治家が、えー、視察に現地にやってくるという場面から始まるという、ね、これなんかもだからいきなり僕の考えてる AI という、うん、AI ものという感じをもう覆すイメージだったんですけど次の毎朝っていうのはまた全然違っていてハウスメイドロボットみたいなものの視点で書かれていてですね。何、えー、て言うんですかね。うん 私,私っていうのは、あのまあ、そのロボットなんですけど、そのまあ、毎朝、えー、7時ちょうどに、そのお前、お前というのは彼のマスターにあたるものなんですけど、彼っていうか、まあ、あれ、これ元、現場は何で書いてあるんだろう、私とお前だから、多分性別はないんですけれども、あのまあ、そのその私の,、えー、あのマスターであるお前を、えー、これほど求めているお前をそれでも殺すことにした。 と言って彼がその、まあ、そのロボットが見ている場面から始まるんですよね。えー、6時59分から7時までの,、まあ、の1分間の,その止水というか、死といいますか、えー、ロボットの,その AI の頭というのは、よぎる考えを描いている。うん、なぜ殺すことにしたのか。 というのが、まあ、SF 的な仕掛けなんだと思うんです。というようにですね、それぞれが全然違う話が揃っていて、えーまあ、面白いなと思いました。で、あのー、中にはね、この変者の,その、えー、ダニエル・ H ・ウィルソンが書いた、一番この中で長い小さなものっていうのは、うん、これは地獄の目視録みたいな話ですよね。はいはいはい ナノテクを発明というか、まあ、そのを商品化したことによって、それを世界に広めてしまって、えー、それがために、その学会を追われてしまった人物が主人公なんですけど、うん、その彼の,そのは、まあ、研究所、研究を、まあ、引き継いでですね、えー、絶海の高騰でその研究所を,すをですね、えー、ナノテクの本拠地みたいにして、えー、やっている、続けている、まあ、まあ、マットサイエン。 いるわけですよね、えー、そこのところにお前を今から送り込んで送り込むからやつを止めてナノマシンをすべて回収できるようにしなさいと言って、えー、兵士と共に送り込まれていくんですけど。 これがね、そのやってくるのがちっちゃいな、まあ、ちっちゃいこんな,ちんな手では見えない、さできないような、えー、さまざまな肉食ナノマシンとかがですね、襲ってくる。これは冒険小説、秘境冒険小説、ね、そうなんですよね。それがなんか結構いろんな面白いナノマシンが襲ってくるという設定で、兵士が一人、また一人と倒されていくというね。で、終わり方なんかも。 これはなんか映画版の地獄の目視力をですね想定したような終わり方になっていて、うん、まあ本当にその闇の奥へですよね、うん、闇の奥へパターンをえーナ,ノテクナノテク AI マシーンを敵としてやっているという、でもう一つ、スリープオーバーっていう話にすごい僕は感心したんですけれども、これはなんですか、コールドスリープものなんですよね。はははいはい、はい な,なぜコールドスリープものなのかと思って読んでると、えー、めめ目覚めてみるとあの、世界の人口80億人のうち、えー、20億人が今あの、コールドスリープ状態にあるということを知らされて、これ、面白いのは、なんでそんなに人類がコールドスリープさせられているのかっていうのが分かんない。で、えー、えコールドスリープなのえそれ何、治療みたいなもの,なの、これ。 戦争だからって言われるんですよねでそこでなぜその人類20億人が戦あのコールドスリープ強制、半ば強制的にさせられているという状態が戦争にな結びつくのかっていうところで、ここで実は AI, のもの AI が絡んでくるというですね。 a i バーサス人類というそのありがちな構造はそのままなんですけれども、それにもう一つです、ね、違った要素を加えることによって、えー、人類を、えー、コールドスリープさせて行われている謎の戦争というものが上がる、ここがすごいアイデアが面白いですね。このアアイデアはなくて あなるほど、こうやって書くと結びつくことができるのかなというですね、まあ、どれも本当に面白いアイディアで、えー、中にはですね、えー、これはその昨今の,、えー、の MeToo 運動の高まりともちょっと関連するのかなと思うことがあるんですけど、ネディ・オコラフォーの芸術家の雲、うん、これはダンス、あの 夫から DV を受けている女性が、その DV から逃れるために、人があんまり来ない場所に行って、ギターを弾いているっていう場面から始まるんですよね。で、そのギターを弾いていると、そこにですね、えー、八本足のクマ型生命体がやってくるっていう、これだからその、そこをまあ守備というか、なんかしているものらしいんですけども、それがその彼女のギターを聴くようになってという話で。 これなんかはそのモンスターものですよね、モンスターものの、うん、えプロットをですね AI として書いているということで、AI 対人間、A あ、反人間の AI というテーマなんですけれども、さまざまなプロットと組み合わせることでバリエーションが生まれていて、ですね、えーまあ、か単純な人間対 AI という物語では収まらなくなっているというところがすごく面白くて、あのオムニボット事件。 という話は、これはあのチャッキーですよね、あチ、はい、ャイルドプレイでしたっけあのおもちゃがあの、うん、人を襲ってくるという物語で、おもちゃがも人を襲ってくるって言ったら、それこそウルトラセブンの,あのチブル政治というわけなんですけども、そう単純にはいかないところがですね、なかなか面白くて、えー、非常にあのバリエーションに富んでいてですね。あの AI ロボット反乱というテーマだけで、果たしてどんな短編集になるのかなと思って読んでいると <laughs> あ、非常にあのなんい,うか、ね、いろんなテーマの端から端までを描いた、ですねすごく読みがのある短編集だなと思いました。あこれ、は非常に読みがえがあってあのい、いっぺんいっぺん、えー、次何が来るのかなと思いながら読むのがすごい楽しかったですね。 ロボット、反乱まで言っちゃって、ロボット AI だけじゃなくてね、反乱までテーマを絞っちゃって、これだけもあバリエーション作れるんだなと思って、うんうん、すごい、ね、そこら面白かったですね。面白かったですね。しかも、うん、書いてる人も結構これ、豪華じゃないですか。そうですね。ね、アリスタ・レンダルズがさっき言いましたけど、そうそうイアンも、この間ね、<う>紹介して、イアン,、ねはい、ンマクドナルドも書いてますね。えー、れそれこそ、あの、ね、なんだっけ、えー、っと、えー、そうだ、あの、 政府的な宇宙で安全に暮らすってことのはい、はい、チャールズ・ユーですね。すねさっきの紹介した、毎朝はそのうう人が書いてるんですけど、うん、結構だから、短所とかでも日本に翻訳されてる人が結構、はい、ていて、親衛、はいえー、とかだけではなくて、なんていうんですか、まあ、SF サッカーの位置づけとか分かんないですけど、親衛、うんまあ、から中堅、結構ベテランまで入っているというですね。 そうだから最近、この草原のアンソロジーがねたくさん出てるんですけど、うん、この辺、あのやっぱり日本で長編が出て、長編が売れないとやっぱ翻訳止まっちゃうっていうこと結構あるじゃないですか。でも、アンソロジーに入ってると、またそこでこう名前を、あまだ活躍してるんだなっていうのが、日本では紹介が止まっちゃってても、うんまあね、レナルズなんかもア、アレスティア・レナルズなんかも最近は長編翻訳はほぼ出てないですけど、そそうなんです、ね、そうななんんでですすね、うん、ぶ,ぶっといのがね。 え何冊か出て、その後でただ、そのアンソロジーなんかではね、名前を見ることができるし、例えばその,そのチャールズ・ユーなんかもそうだし、アーネスト・クラインさっきオムニボット事件の、アーネスト・クラインなんかも、レディ・プレイヤー・ワンっていう映画の原作になったやつが売れ翻訳されて売れたんですけど、のその後でこの作家、他のないかなって、コリー・ドクトローって時代っていうのが入ってますけど、コリー・ドクトローなんかも長編がちょっと。 訳されたんだけど、その後、なかなかこう機会がなかったようなサッカーの、うんまあ、セカンドチャンスじゃないですけど、ちょっとあこの作家はもうール元気でやってるんだみたいなのが分かるのもこの草原のアンソロジー、最近のやつ読んでて面白いとこですね。うんうん、やっぱねその あのミステリーで言うとあのアメリカ探偵サッカークラブのアンソロジーみたいに何、えー、て言うのかなあのショーケースみたいな意味合いってアンソロジーってあるじゃないですかだからこそあのげ現役でバリバリやってる人に声をかけて非常に息のいいところをお見せするっていうねそれをしょあの盛り合わせみたいにして見せるっていう要素があると思うんですけどそういう意味でもかなりこれオン,オンタイムの作品をしょ作家を紹介していて、うん、あの非常にげ現代 性があっていいですよねテーマだけじゃなくて、ねうん、作家の活躍している作家を読めるという点でもいいかなと思いました、えー。大変面白いので読んでいただきたいと思います。ロボットアップライチングが私の1冊目でした。はい。じゃあお願いいたします、はい。それじゃあ私の1冊目です。じゃ私の1冊目は、えー、こちらです。藤、え、井、ー、太陽さんの見えるかなはい、はい、オーグメンテッドスカイト。文、はいえー、芸春秋。 「うん、文藝春秋」から出ている本です。で帯にはこ電子版には付いてないけど帯みたいな言葉が並んでるんですよね。で、まあ、主な舞台としては、えー、近未来といってもまあすぐそこです。2024年。うんうん、で、えー もう来年来、来年ですよね。<laughs> 来年ですけど、うん、まあ連載開始が2020年だから、あ<ー>まあでもそれでもまあほんのちょっとだけの未来ですよね。で、えー、鹿児島県の何だっけ、南郷高校っていうところの、うんえー、県立高校の男子寮が主な舞台になっています。で、ここは県内の全域から受験してこれるところで、えー、理数科があって、その理数科は県内全域から誰でも来れると。うん でその生徒のための寮なんですけど、うん、これは今どき珍しいくらいの、すごいバンカラ寮、<laughs> いわゆる <laughs>、まあ、みたいな感じで、まずその新年度が始まると、風紀院が市内を持って <laughs>、新入生をばって正座させて、上下関係と規律を叩き込むみたいな。まあでも、そんなのあるんですかね。<laughs> <laughs> 分かんないですけど、2024年の設定なんですけど、うん、まあそういうのが残ってるいる、うんうん、ううで えー、その部屋とか部屋割りとかもそのの同学年のシェアルームとかじゃなくて先輩後輩で <laughs> 輩、ねうん、作ってあってあ<ー>先輩の、ね、こうに従ってそのさくあ鹿児島だから桜島の灰が急に降ってきたりするんですそうすると1年生がバーって出て行って洗濯物を取り込まなきゃいけないそういう感じの量なんですよねでそんな,そのなんか昔のちょっと、まあ、士官学校みたいな感じの量なんですけど あのー、最近、その理数科の卒業生の先生、先生,先生なのかな、この人、領、うん、官として、その理数科の卒業生で、海外の研究機関でも活躍してた、うんえー、佐々木さんという人が、えー、寮官に就任してきまして、まあ、ちょっとずつ変化の兆しも見えて、そういう自治、その生活とか学習とかに関しても、もう基本的には学生の自治に任せますと。うん いう感じになってるのでだからまあそういうのも,もう学生たちがもう自分たちでやってるんですよね。別にそれはやれと言われてやってるわけじゃなくて。まさにそれを旧,旧正高校、旧制中学のようなわけですよね。そうそね。そう。うん、それをやってて、で、でまあ、同時にその VR 甲子園っていう、この作品の中で出てくるその高校生たちが VR によってプレゼンを行うその大会ですね。全国大会っていうのをその佐々木さんが紹介して、両、うんえー、生たちが。 3D プレゼンテーションを作成するようなその環境っていうのもある程度整備してくれているというところで、多少なんかいろいろ変わりつつあるというところですね。うんうん、で、えーまあ、理数科の生徒の集まりですから、そのでしかもそ,のそういうバンカラ寮ならではの結束力みたいなのもあるので、全国大会で結構この VR 甲子園でも好成績を収めたりしてるんですよね。うん、でただその この今年ってこの年、そのお話の始まった年は、うんえー、県内の他の高校になかなかその優れたアイディアのものがあったりして、県予選で敗退してしまいます。うん、でそれでその3年生は引退するんですけど、で新たにその次の寮長、で寮長で同時にその新 VR チームのリーダー、うん、でにもなる、えー、のがその主人公の守という 2>,、うん、2年生、始まった時点で2年生ですね。この守を中心に、まあ、いろんな寮のメンバーなんかの。 1>, えー、1年間、2年生から始まって3年生になるまで、その次の大会を目指すまでの1年間、うん、1> が重荷を取れます。で、守はその準備を進めていく中であの、VR 甲子園の世界版、世界大会版のビヨンドチャレンジっていうのがあるっていうことを知ります。で、そのでは U18 っていう大会があって、18歳以下のチームなら、学校と手取りできると。うんうん いうような大会。なので、どうせやる,のやるならこっちだろうと。うん。世界大会だろうと、うん、いうことになって。えっお音声が途切れました。<お>なんか今、若干音声が途切れましたけど、なんででしょう。ちょっと、ねうん、ネットの接続がよくないかな、うん、一瞬でしたけど、はい。うん、そういう、えー、世界大会の方に出ようぜと。うん。 とことになってその大会を目指すというお話でこのて大会のテーマっていうのが、まあ、SDGs なんですね、うん、まね今流行りのというとこでこれをさまざまなバックグラウンドを持ってるその両方の高校生たちが、うんえー、それからあの前に VR 甲子園で戦ったあの別の学校の女子校の子たちとかなんかも巻き込みながら、うんえー もう学校の枠取り払って参加できるのでそういうさまざまな子たちをが、えー、最初はそのやっぱりテーマが大きいので、まあ、SDGs の目標ってものすごくでっかいものがいっぱいありますよね、うんそうあの。大きなテーマに振り回りされながらもそ,のそれを自分のものとしてこうプレゼンに大会に出すプレゼンとして落とし込んでいくっていうところがその現代の何てのな 新しいい青春小説みた何、うん、て言うんですかバンカラ寮みたいなその、うん、極端にこう狭いように見える場所からでもそのいろんな角度とかいろんな経験いろんな人とのつながりからその社会的な問題とかその世界が抱えているような、うん、いろんな課題につながりうるしつながるものをその高校生たちはちゃんと持ってると、うん、いうところがあのでそのための技術っていうのも今はあると。 うん、でそれを日々習得して補い合いながらやってるんだっていうのが描かれていて、まあ、そこが非常に眩しい,という感じの成長像うん、うん、でそういう経験を通じてその何て言うんだろう生徒たちの意識とか、うん、その寮の規律みたいなのもちょっとずつ変わっていくんですよね、うん、で地方の生活とか寮の規律みたいなものがこう柔らかくちょっとずつ変化していく、うんでまあ、理想はこうで正しくはこうだからその今までのこれは間違ってたので今あるこの習慣は 即廃止して明日からこれに変えましょうみたいなことではなくて、うんうん、その、 地域その、その場所の実情とか伝統みたいなのに沿った形で柔らかく物事が世界とこう触れ合うことによって変わっていくみたいな部分が、うんうん、こうよく価値観のアップデートみたいなことがね、うん、最近言われますけど、うん、その実際にはアップデートっていうより、むしろそのもうクリーン,インストールに近いようなことを求められてるような場面って結構あると思うんですけど、うん、ここではもう正しくなんかちょっとずつ前に進んでいくみたいな、その柔らかく変わっていく兆しみたいなものが前向きな形で描かれている。うん うん、で藤井さんの作品って割とその日本の技術者が最初の頃の作品割と日本の技術者が世界に出ていってその現場の最前線と触れ合うってそこで活躍するっていうような話が多かったと思うんですけど、うん、そのあるいはそのある技術が日本に入ってきて日本がその現場の最前線になるみたいなのが多かったと思うんですけどこの作品とかちょっと前に出た第二開国っていうのが出たんですけど、ねうん、女はむしろ地方が地方のままその土地のその なんか特色とかを生かしながら世界の変化と対峙していくようないう作品になってて、そういう点でもちょっと新しい面白さがあるなと思いました。うん、あそうこの寮のモデルは、もそもそも藤井さんが通ってた学校,校,校あ。やっっぱそうの,のあったんですね当時からもう古いって言われてたみたいですけど、<laughs> うん、今もこうかどうか分かんないですけど、そう当時藤井さんが通ってた学校の寮がモデルになってるそうです。うん なんかででも戦前の量量ですよね中世いや旧世何中とかの量の感じをそ,うそ,うそのまま引きずってるというのがいそう何十年も前のやつを引きずってる、うん、でそういうそっからまた世界につながるのがまあちょっと面白い、うん、あそうだそうちょうどね同じ時期に先月ぐらいだったかな辻村瑞月さんのなんだっけ 「この夏の星を見る」っていうやつが出ててうん、うん、あれが天文青春小説なんですよね。うん、でコロナ禍を経たねその時代の新時代のあれも青春小説だと思うんですけど、うん、今までの青春小説だと割とまず家庭があってうん、うん、学校があって地域があってっていうふうにこう順番にこう世界が狭いところからだんだん広がっていくてのがそのが青春小説の主流王道だったと思うんですけど、うん、それがこう。 コロナと、なんていうんですか、コロナとリモートが当たり前になった時代だと、うん、現在だとその、こんな感じでその学校とか地域とかっていうのをまずもう飛び越えちゃって、VR とか宇宙とか、いっぺんそのどっからアクセスしても一つ同じものが見えるようなところまで一回飛び越えちゃって、うんうん、でそれがその,その遠い場所でい,いろんな地域とか関係なくつながっていくっていうのが、 逆にもう今リアリティがあるんだなと。いうのを思いました。うん、昔から割と青春小説だとね、学校、なんだろう、うん、放課後の教室とか、うん、夜のプールとか、いろいろこう、定番の場面っていうのありますけど、うん、今の青春小説書こうと思ったら、リモート会議が上手に書けなきゃいけないなと<ー> <laughs>。これ2つ読んでてちょっと思いました。うん、これすごい大事だなと思って、リモート会議で、こう、いつ発言しようと思ってる。 うん、タイミングとか、なんかそういう気持ちとか、あるあるっていうような、なんか、それは感じるよねみたいな、他を上手に書けるかどうか、すごい大きいなとかは思ったりしました。そういう現代のまあ青春小説とということです藤井さん、はいあのー、はねあのちょ、ちょっと前に、ハッペシンの前を教てたんですけど、象の背中に乗ったっていう SN 小説を書いたじゃないですか。あのマストドンが の小説だと思うんですけど、うん、要はそのツイッターの政治利用が始まる、まあ、ツイッターとは行かなかったかな、政治利用が行われたときに、そういうネットの言論の場みたいなものを科学者というか、技術者の手で、まあ、自分たちで確保しようとする小説だと思うんですけど、うんあのね、今あの、イーロン・マスクのあれが始まったときに、<laughs> これふ、藤井さんのあれをすごく連想して、だからな、なんていうのかな、その,あの 技術今ある技術を使って、えー、な,なんとかしていくっていうところが基本にあるんだと思うんですよ。す,ね、すごい飛び離れた技術じゃなくて、ねえー、技術好きのところにあって、ちょっと頑張ってなんとかするとなんとかなるんじゃないかっていうぐらいの技術の話を、えー、接続してで、それをなんか、そのまあ、あのー 象の背中に乗っては、まあ、なんていうか、謀略とか政治小説に近いものだったわけですけど、それがだから、青春小説の方にも向けられたっていうことなんですかね、うん、多分そのへの、なんていうかの、藤井さんのすごい現代性みたいなものが発揮されてるなと思いました。うんうん、すごい、やっぱり今、大事なことを書いてる作家の一人ですよね、そう,ですねそういう意味ではね。うんいやいや すごい。面白そう。僕、ちょっとまだ読んでないんで読みたいと思います。そんなに旧姓の寮の話だと知らなかった。あのペッケージだからわかんないですよね。うん。いや、すごい面白そうです。なんか、七帝柔道記とか、その辺のなんか話みたいじゃないですか。大切じいですすごいね。市内に乗った風景が出てくる話、今の時あんまりないです小林誠の柔道部物語ですよ、それは。だって。面白そうですね。はい。というわけで、え、その道でございました。うん。